トイ -1807 ビートは、両剣座の方向に約130光年離れた場所に位置するスペクトル分類が、K 型の恒星トイ -1807 の周囲を公転している太陽系外惑星である。トイ -1807 は、トランジット法を用いたトランジット系外惑星探索衛星の観測によって2020年に惑星が存在する可能性があるとされ、 その惑星候補は、トイ1807.01と指定されていた。その後、トイ -1807B は、トイ -2076 系の3つの惑星とともに2021年に確認された。トイ -1807B の光転周期は13時間である。トイ -1807 の年齢は1億8000万年で、B も若い惑星であり、大気進化の段階であるとされている。 トイ -1807B は地球と比べ約2万2000倍多く紫外線を受けているとされる。なお、トイ -1807 と同時に惑星が報告されたトイ -2076 とは2017年に欧州宇宙機関のガイアによって宇宙空間を同じ方向へ移動していることが判明しており、これは同じガスの雲から誕生した恒星であることを示唆している。 トイ -1807B は超短周期惑星であるため関心が持たれている。恒星のすぐ近くで惑星が形成されることは厳しいとされているが、最初は遠くで形成された惑星が内側の現在の軌道へ移動したという説がある。トイ -1807B は地球型惑星で表面は溶岩の海等に覆われているとされている。ありがとうございます。